クリスティーネ・ロブマン作品作品。クリスティーネ・ロブマンはデンマークの画家である。デンマークで最初に美術界から認められた女性画家の一人である。コッペンハーゲンで高級官僚の娘に生まれた植物画をカムラトに学んだ。その後、デンマーク王立美術院のクリストファー・エカスベアニエを学んだ。王立美術院に女性が入ることはできなかったので、指導は 日曜日に行われた。人物画の基本のラタ画の練習もできなかったので、当時の女性画家は植物画や生物画を描くことになった。1842年に国王クリスチャン8世の支援でドイツに留学し、1847年に慈悲でパリに旅した。1827年から1844年の間に9点の絵が、 王室絵画コレクションに買い上げられた。1826年に父親が没した後、生計を立てるために自宅で絵画教室を開いた。生徒には女優のハイベア、作家のカルヤートに風景画家となるチェニングがいた。シャルロッテンボー宮殿の春の展覧会に50年に渡って42回、172点の作品を出展した。没後。 彼女の作品は1872年の国際展覧会などで展示された。独身のママコペンハーゲンで没した。妹のフレゼレケ・ロブマンも生物画家になり、弟のアルバト・ロブマンは建築家となった。ありがとうございます。